アストロラーブと四分儀。ただし、どちらも、本校のアストロラービーが活躍した時代よりも、数百年後のものである。アリーブ・ニーサー・アストロラービーは、旧世紀の天文学者、地理学者。アストロラービーは、職業や制業に由来するニスバであり、この人物が、アストロラーブを含む、天文機械を製作する職人でもあったことを示唆する。アストルラービーには、リセロットある。 アマール・ファイエル・アスターラブという題名の著作がある。著作の中でアストル・ラービーは先生術を批判している。アッバース朝カリフ・マームーンの宮廷には数多くの科学者が集まって一種のアカデミーを構成していた。カリフはある時科学者らに地球の大きさを問うた。そのための観測がヒジュラ歴214年にバグダードで ヒジュラ歴217年にダマスクスで行われた。アストロラービーはこの時の観測に、サナド・ブーン・アリー、マルワ・ルーズ・リー、アッパー・セブン・サイード・ジャウハリー、ヤフヤー・ブーン・アビー・マンスールらと共に参加した。観測は、サナドがまとめ役で、アストロラービーは、大掛かりな4分儀を使用して観測する役目を、担った。アストロラービーは観測後にまとめられた。 マームーン天文表の作成にも関わったものと推定されている。ありがとうございます。